後回りのある文章を早く書く方法。精神科医カバサワ師のカバチャンネル、今日は質問をいただきました。東京在住 TY さん、男性で、文章を書いていても話が脱線したりまとまりがなくなってしまいます。また書くのにとても時間がかかってしまいます。まとまりのある文章を早く書く方法はありませんか、ということですね。はい、あります。まあ文章書くのは私得意なのでね、どういう文章かっていうのもありますけど、例えばまあ Facebook とかね、ブログとかに書く、まあ400文字とか600文字ぐらいの文章を書く場合を想定してみましょう。そういったものを書くときですね、まず最初から順番に書いていきますとですね、まず脱線したり変な方向に行ったりですね、まとまりがなくなっていきますね。つまりいい文章が書けるはずがないんですね。ですから構成を決めて書くということがまず一番重要なことです。書き始める前に大体の文章の構造を決めて書くということです。じゃあどうやって構造を決めるかということが重要なんですけど、例えば3行ですね、前半と中盤と後半、後半落ちですね、まとめですね、その3行で流れを決めるっていうのがいいと思いますね。最初にイントロダクション、どういうことから書き始める、何について書き始める、それをどういうふうに話を広げる、最後どういう落ち落としどころ、これを3行で書けばいいんです。最初それをそれぞれ広げていくということですね。そうするとですね、だいたい道筋決まりますから、ずれようがないと思うんですね。まあ場合によっては長い文章であれば4行とかでもいいと思うんです。起承転結っていうのもありますから、それぞれ起承転結に相当する部分を1行ずつ書いていくという方法でもいいでしょう。このように3行から4行のあらすじといいましょうか、構成を書き始める前に事前に書くということです。そうするとですね、書く速さが多分2倍ぐらいに速くなります。だって大体の文章の流れっていうのが頭の中に出来上がっちゃいますから。文章を書くときに一番時間がかかるのは、書きながら次何書こうかなーって考えるのが一番時間がかかるんですよ。書いていて、ここまで書いたけど次どうしようかな。そうによってですね、脳がリセットされちゃうんですよね。文章を書くのに没頭してると集中力がどんどん高まりますから、書く速さっていうのはどんどん速くなっていくんですよ。調子に乗るっていうのがあってですね、だから一回一回考えてると、次どうしようってブツブツになってですね、頭の中の集中力が、そうするとすごい時間がかかってしまいます。つまり最初にあらすじを書く、構成を書くというのはですね、時間の無駄なように見えていますが、書く時間を半分ぐらいに短縮できるんですね。最初30秒ぐらいかけて、あるいは1分ぐらいかけてそれを書くだけでですね、トータルで文章を書く時間が半分ぐらいまで減らせるということができますから、この3行で構成を決めて書くということをやっていただけると、まとまりのある文章をすごく早く書くことができます。